こんにちは、プロレスデイ番外編の時間がやってまいりました。本日はですね、スペシャルゲストの食いしん坊亀井さんです。はい、よろしくお願いします。いやー、島根編隊長、はい、今日はまた素敵な、はい、あのゲストが登場していただきましたね。プロレスでも行きましょう。はい、じゃあいつもの掛け声で、はい、今日も一緒にプロレスを楽しみましょう。はい、ということで小島亀井さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。おっと、なんと、はい、すいません、どうもありがとうございます。ご来社ありがとうございます。ご来社ありがとうございます。嬉しいですね、やっぱり来ていただけますと。ありがとうございます。はい、で今日はですね、小島亀井さん来ていただいた理由というのが、こちら 11.23、はい、金曜日12時に開始、新木場大会でですね、はい、プロデュースをされるという興行が行われます。はい、あの金庫勤労感謝の日でね、はい、お休みですから、ショーが開始ですか。ショーが開始ですね。はい、そしてあの皆さんに見てもらいたい素敵なカードがもうぎっしり詰まっていると。ぎっしり詰まってます。はい、はい、これのですね、今日ちょっと見どころなんかも聞かせていただきながら、はいはい、自己満足っていうのは、はい、食いしん坊亀井さんの自己満足ですか。僕の自己満足ですね。なるほど、はい、やっぱり自己満足が一番大事ですよね。はい、はい、これはもう食いしん坊亀井さんのエッセンスがギュッと詰まってるような大会という感じですね。そうですね、もう僕が一番喜ぶような感じで構成されてますね。はい、なるほど、はい、なんか通したテーマってあるんですかね。はい、うん、そうですね、まあ、イケメンが多いとか、まあ、多いとか、そうですね、まあ、はい、基本的なことを言うと、はい、僕の人間の好き嫌いで選んでる、はい、今日はじゃあ好きな方ばっかり、好きな方ばっかり、はい、なるほど、はい、はい、でこちらちょっとじゃあ、はい、第一試合からですね、ちょっと見どころなんかも教えていただければと思います。はい、はい、よろしいんですか。はい、どうぞ。すみません、はい、どうぞ。もう僕のための番組じゃないですか、これは。そうです。いいですか。完全もう、小島さんのスペシャルなんで。あ、まだ、はい、時間制限もありませんから。はい、ありがとうございます。もう、はい、はい、もう僕も食いしん坊亀井20年近くやって、こんなに歓迎を受けてないですね。今日は。そうですか。えらいリップ待遇で、ありがとうございます。いや、もうプロレスデーだったらいつでももう大歓迎なんで。大丈夫ですか。ありがとうございます。もう、はい、もう毎週ぐらいのペースで来ますから。ありがとうございます。はい。それでは見どころですね。はい。はい、第1試合ですね、はい、高井健吾対、鈴木慎、はい、ね、まあ、高井健吾というのはですね、はい、結構長いんですよね、はい、僕と付き合いが、あ、お付き合いが、はい、で、まあ、大阪プロレスも以前在籍してまして、はい、在籍に所属で、もうかれこれ15年ぐらい前なんですけど、はい、まあ、5年ほど、所属してて、はい、まあ、その時からの、まあ、付き合い、まあ、それより前の付き合いもあるんですけど、はい、まあ、それはちょっとややこしいんでちょっとあるんですけど、はい、まあ、それぐらいの付き合いで、うん、まあ、でも、もうプロレスキャリア彼もね、もう20年ぐらい、なるほど、もうね、第一試合任せてもやっぱ第一試合で大事じゃないですか。そうですね、やっぱりもう興行のスタートですからね、はい、はい、で今は彼はチームデラっていう、うん、はい、団体を名古屋で立ち上げて、はい、まあ、そこで、まあ、トップでやってるんですけどね。なるほど、まあ、第一試合はもう確実に盛り上げてくれると、はい、掴んでくれるということですね、はい、はい、対するはこの鈴木慎、はい、選手、板橋プロレス、はい、はい、ね、板橋プロレスって言ったらもうね、うん、すごい団体なんですよ、はい、僕も何回か出させてもらったんですけどね、はい、もう常にね超満員、うんうん、すごいですよね。チケットがね、うん、ほんまないぐらいの超満員で、うん、まあ昔のこのなんていうんですかね、大阪プロレスの初期の雰囲気ってすごい似てるんですよね。なるほど、お子さんファミリー連れ、ね、はい、ファミリーのお客さんが多くて、うん、地元密着型ですね。もう地域密着ですね、はい、もう板橋の、商店街に密着した団体で、うん、すごいですね、はい、ローカルプロレスすごく流行ってますもんね。そうです、そうです、はい、鈴木選手は当然板橋組ですか。板橋組で組であってほしいですね。はい、よくありがちはね、よくありがちな、ね、そうですね、そうです ね、 ね、千葉県柏市在住、ね、まさかのですよね、はい、裏切りというか、ね、はい、板橋違うのって、いや多分柏から板橋に通ってくる、通ってくるので、ね、はい、そうであってほしくないです、そうですね、はい、まあそういう、まあ、はい、板橋プロレスは西、早田選手ね、はい、でトップの、はい、まあ、その方が、まあ、ルチャのすごいね、はいはい、すごい選手で、はい、まあまあそこのね、やっぱり下に所属してる選手なんで、うん、はい、まあ多分、まあ、できる選手やろうなと。え、見たことないの。いや、試合は一試合で、試合はしたことある。あ、はい、まあ、特に記憶ないんですけど、まあ、大丈夫、いい選手やろうと。なるほど、板橋プロレスが輩出した選手が、なるほど、もやっとした記憶が残ってる、はい、もやっと、まあ、うなない、まあ、顔ぐらいは覚えてるから。まあ、それでも推薦するカードですもんね。そうです、もちろん第1試合、はい、第1試合です、はい、まあ、できるで、はい、できるであろうっていうね、はい、はい、じゃあ第2試合はいかがでしょうか。はい、はい、杉浦徹
対武田浩樹、はい、はい、もう杉浦徹選手はもうね、うん、結構知られてきてるんじゃないですか、ね、そうですね、だいぶもうあの知名度なんかかなり上がってきてるんじゃないですか ね、はいはい、ね、やっぱりこう僕も何試合かこう見てて、やっぱこうね、やっぱ盛り上がりますね、うん、杉浦選手の試合は、はいはい、もうなんかお客様のあのお客様が見えてるというかね、うん、もうすごい今後ね、どんどん名前を上げていく選手かなと、うん、はい、もう今のうちからちょっとこうね、ちょっとこう食いしん坊仮面の自己満足を、ね、してちょっと所属していっておかないと、ちょっとこうね、俺らの興行昔出てくれたよね、ちょっと自慢の一つだから、そうですね、はい、今のうちに手なずけといた、手なずけといた ね、 そうですね、もう昔は俺世話してたんですよね、すごく大事だと思います、はい、そうです、はい、で対するは武田浩樹、はい、はい、彼もね、まだキャリア1年、うん、まあ、2年弱ぐらいじゃないですかね、はい、まあ、彼もすごいすごい体してるんですよね、まず、うん、そう、あの外見がねすごい、まあ、プロである、はい、必要なあの花が、うん、花がある選手で、でまあそのキャリア1年ぐらいの割には、はい、もうすごい、もうこれも彼もどんどん大物になっていくんではないかなと、うん、なるほど、もう今のうち手なずけのことをなきゃいけないかなと、なるほど、はい、じゃあ第1試合と第2試合でバチバチでやってもらいながら、はい、そうですね、もうね、これはもう第1試合第2試合とともにもうね、はい、もう しっかりとプロレスを、はい、はい、もう空気出来上がりますね、出来上がりますね、ああ今日はプロレス見に来たいなってね、お客さんもね、そうですね、はい、はい、そして第3試合、はい、タッグマッチ、はい、ここでね、まあ、はい、これね、スーパーロボ系、はい、ね、スーパーロボ系って食いしん坊仮面のもう一つの仮の姿ね、あ、なるほど、はい、はいはいはい、食いしん坊仮面が、食いしん坊仮面のロボットバージョンですかね、はい、お、はい、これはヴィーナス東京さん所属の正体不明のレスラー、いやもう昔からいたんですけど、ね、その所属なんですけど、なるほど、正体不明で、まあ僕の別の姿、なるほど、すみません、マスクも変わるんですか、コスチュームか、コスチューム、マスクも変わる、これは昔ね、なるほど、これ15年ほど前に、はい、初代エベスさんと大阪城ホールで、はい、うん、キャラ剥奪マッチっていうのをやりましたね、で食いしん坊仮面負けて、はいはい、しばらくはあのスーパーロボ系っていうロボットになった、そういう歴史があったんですね、罰ゲーム、なるほどなるほど、ね、はい、それでまあそれをちょっと、まあ、今現在、はい、15年の時を経て、復刻させようかなと、人に歴史ありですね、そういうことです、ロボットに歴史ありと、ロボットが少し動き方もカクカクするような感じなんでしょうかまあ本人なりに頑張るんじゃないですかなるほど、はい、いいですね、本人なりに頑張る、まあでもその他のメンバーを見渡すとですね、はい、まあもちろん早瀬さんがいて、うん、はい、そして、ガバイギーちゃんがいて、あら、いいですね、はい、そして中田と、哲也選手がいて、はい、まあ言ったらもう板橋プロレスのレギュラー陣なんですよね、うんうんうん、あとの3人はね、はい、まあ、これは間違いなく、まず間違いなくスーパーロボ系が足を引っ張らなければ、すごい、すごい試合になると思います、ね、なるほど、はい、これちょっとガバイじいちゃんとの絡みも非常に見どころたっぷりですね、そうですね、はい、もう多分ね、2人とも何もしないと思いますもう立ってるだけみたいな、なるほど、合体攻撃はあまり期待しない方がいいですか、もうそうですね、本当に立ってるだけでこの2人は一体何しに来たんだろうなみたいな謎しか残らないね、なでもこの颯、はい、そして中田哲也、もう2人の絡みは本当にすごいんで、なるほどですね、はい、まあそのこう何を織り交ぜてという感じですかね、そうですね、はい、はい、ここはもう第3試合非常に楽しみになってきました、はいはい、そしてセミファイナル、はい、はい、これはね、もっとまあ言ったらもう今はね、プロレスリングノアさんの方に行きました、はい、原田大輔、そして忠介、はい、うん、はい、でまあ現在もまだ大阪で活動しているたこ焼きだとか、はい、アルティメットスパイダージュニア、うん、まあもともとは大阪プロレスにいたメンバーなんですけど、はい、まあね、ノアさん行く前は普通に絡んでたんですけど、はい、まあ東京と大阪ちょっと離れちゃって最近ではちょっとレアになったカードなんですけど、うん、はい、うん、まあこれはそうですね、まあお客さんどうこう言うより僕は素直に純粋に見たいなと思って組んだからですね、ちなみに大阪プロレス時代の原田選手っていうのはどんな印象をお持ちですか、はい、そうですね、まあ、原田選手はねやっぱりこうやっぱりデビューしてからっていうかもう若手時代からやっぱ飛び抜けてました、ね、あ、そうですか、あ、この子はちょっと物が違うな、やっぱりそういう印象がやっぱ終わりだったんですね、あ、そうですね、今ちょっとベルト落としちゃいましたね、原田君もね今持ってるけど、
そうですね、はい、はい、シジュニアね、いやもうまたね、この試合でまたね頑張っていただかないといけない、いやもうこの試合は多分何も関係ないと思いますよ今後のあれには全く左右されないんですけど、ほんの箸休めできないですね、ちょっとこうリフレッシュしてまた本戦の方にね、はい、挑んでいただけたらなと、やっぱり食いしん坊仮面さんのエッセンスをそこで久しぶりに受けて、そうですね、リフレッシュしてもらいたい、あ懐かしいなって、あんなおったなみたいなね、ハルダムもね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。そして注目のメインイベント、はい、メインイベント、はい、はい、ここでですね、まあこれは言ったら、まあこれもまた大阪プロレス時代のね松山勘十郎がいて、そうですね、そして丸山敦史がいて、うん、そしてミラクルマンがいるっていうね、はい、もうこれが本当にね、なかなかね、やっぱ東京でこういうベタベタな大阪スタイルってなかなか、うん、見る機会ないと思うんですよね。そうですね、はい、そういう意味ではちょっとこうやっぱりこう、それはやっぱり東京のお客さん楽しみにしてくださると思うんですよね、うん、はい、なかなか見えないぞっていうことで ね、うん、そうですね、やっぱりあとそれにプラスアルファ、はい、ね、ガトームーブ、はい、から、さくらえみ選手、うん、そして、はい、そのお弟子さんの、駿河明選手ね、はい、はい、もうね本当に僕らがちょっといろいろやりすぎて、さくらえみさんちょっと怒るんじゃないかなその辺に注目していただきたいし、ね、ちょっと最近うるさいですからね、セクハラとかもね、あそうですそうです、やっぱり、ですか、いやもう、はい、まあセクハラはねあれだと思うんですけどね、なんかこうなんですかね、丸山敦史とやっぱり食いしん坊仮面のちょっとね、うん、やっぱり5年早いプロレスみたいな5年か10年ぐらいしてやっとそういうことだったんやなっていうようなプロレスを取るとりあえずするんで、それにちょっと怒りをちょっとあらわにするんかなというちょっと不安もありますけども、うん、はい、まあ、5年早いちょっと絡みを、はい、丸山敦史と食いしん坊仮面ね、そういう問題をこうまあプロレスとは何ぞやっていうような、うんうん、試合になると思う、はい、はい、いやこれはもう見どころたっぷりですね、はい、もう僕が楽しみなんで一番ね、はいはい、まあ、やってる人たちも楽しみ、お客さんも同じようなムーブメントを味わえる楽しみってやっぱありますよね、うん、そうですね、もうね、はい、やっぱ自己満足興行に出てくれた選手もね、はい、楽しんでるんですよ、なるほど、はい、僕にはそう映ってるんですけどね、なるほど、はい、もう全員が満足するみたいなね、はい、興行に、はい、なってくれるんではなかろうかなと思ってますんで、うんうん、はい、はい、こちらはもう本当に 11.23、正午からですね、はい、新木場大会でございますので皆さんぜひ楽しみにしてください、5年先のプロレスが見れる、はい、そうです、なかなか見れないんですよ、そうです、ね、はい、5年後に答え分かりますもんね、平成の次の時代を、ね、そうですね、見据えてらっしゃるわけですね、そうです、次元爆弾もどっかで仕込んでるかも、ね、そうです、そうです、もうプロレス界のいろんなムーブが、はいまあそういう大会、ああ、はい、他の選手も見てほしいですね、もうぜひ団体の方に、ね、はい、もうぜひ見ていただきたいです、はい、まずはやっぱりこうプロレスファンの方に、うん、やっぱり5年先行くプロレスとは何ぞやということで足を運んでほしいですね、新規バスリングに、すごいですね、はい、5年先とかってもう僕らもやっぱりワクワクしちゃいますよ ね、 そうですよね、聞いちゃうといろんな実験されてきてますもんね、食いしん坊さんはね、僕はもうすごい、実験の数々をね、本当にもう私生活がもうね、昔のリングスの実験に行くそれぐらいの実験を重ねてますんでね、いやでもあの前回の菊太郎選手のワンマッチ興行、はい、これは藤波木村健吾以来のですね、そうですね、ワンマッチ興行、僕もねやっぱりこう、はい、プロレスファン時代にやっぱりそのワクワクしながら見てました、はい、その木村健吾さんと藤波辰巳さんね、コラクエンホールでしたから ね、 そうですね、ワンマッチですごいです、まあ、すごいと思ってて、うん、やっとねやっぱり僕も20年ぐらいの時を経て、はい、やっとこう木村健吾さん、藤波辰巳さんのね、はい、息にちょっとね達しました、はい、達人ですよね、はい、追いつき追い越したかもしれない、もうね、もう次はもうちょっと僕も今度ね、はい、シューズに鉄パイプなんか入れようかなと思って、ね、いや、はい、素晴らしい、ね、声されてますよね、藤波さんと木村さんもレコード出されましたけど、はい、まあ、木村さんは お上手でしたけどね、藤波さんはちょっとって感じですけど、はい、ね、ぜひレコードも追いつかないといけないです、そうですね、はい、まあ、いいですね、今 CD か、今 CD ですね、もうそこを時代逆行してあえてレコード入れて、会場でもよく歌われてるという、そうですね、アカペラでね、はい、そういう自己満足なことをやってます、はい、どういう歌を歌われるんですか、僕もね、もう結構年がバレちゃうんですけどね、はい、やっぱり25年ぐらい前に流行ったやっぱりアカペラっていうやつですかね、はいはい、まあ最近よく、歌ってるのは T ボランのね、はいはいはい、話したくないよ、ね、いつも熱唱してるんですよ誰が興味あんねんってね、ツッコミがところどころ聞こえてくるんですけどね、いやいや、それに涙するファンの方もいらっしゃると思います、いやもうね、もう名曲ですから、そうです、まあ代表曲なんで、まあ、はい、
笑って涙するぐらいの、はい、いやでもあの楽しめる興行をやっぱりプロデュースされるっていうところでは非常にやっぱりエンターテインメント の, その能力が高いんで、いや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 、やっぱりね、はい、ほんの箸休めでやっぱりこう戦いこう重視じゃないですけど、はい、まあね、やっぱりほんの箸休めでちょっと来てほしいですね。時折披露する鋭い動きだね、はい、素晴らしい。そうですね、まあ、一応あのプロレスは経験者なんで、ね、はい、あのトリッキーな動きだけじゃないですね、そうですね、もうちょっとあの年なんでるんでね、いやいやいや、でもあの菊太郎選手との本当にその、はい、このなんですかね、ベストバウトというか、はい、大阪プロレスザ・ベストというようなですね、はい、あの試合っていうのを本当にここぞという時にしか見せない、はい、あの戦いっていうのはやっぱ素晴らしいなと本当に思いました。もう、ね、これは大阪に行かなくても大阪は見れるという感じですかね、はい、大阪に行かなくても、大阪のプロレス、元大阪プロレスの皆さんの、はい、ファイトが見られるという、そういうことです、ね、東京で、東京でレアですよ、そう、大阪まで行かなくてもいい、あの海外のアーティストがほんま東京ドームで大丈夫ぐらいの大きいですね、はい、話だいぶ大きいですよね持ってますけど、まあ、そういう感じのちょっとレア感でちょっとね、はい、打っていこうかなと、うん、はいはい、そしてあの食いしん坊仮面さんというとですね、今あの社会奉仕活動も非常にお力を入れられてるということなんですけど、うん、はい、そちらの方はどんなことを今やられてらっしゃるんでしょうか。はい、実はですね、僕あの今年の、はい、7月ですね、うん、絵本、はいはい、絵本を出版しまして、うん、はい、はい、はいはいはい、あの僕は食いしん坊仮面という絵本をね、うん、はいはい、これちゃんとしたあの自出版とかではなくて、はい、あの出版社から、うん、あの出版してる本なんですけど、はい、まああの、まあ、絵本は前から何ですかね、やっぱりずっと出したくて、やっぱりお子さんとかもすごい喜ぶじゃないですか、はい、そうですね、はい、うん、でやっぱりこうプロレスラーね、またプロレスの話にまた戻るんですけど、うん、はい、やっぱプロレスラーってやっぱりこう付加価値つけてね、うん、すごい人気がバーってなったりする選手いるわけじゃないですか、はい、僕はまあ今こう僕喋ってるのもファン目線であくまで喋らせてもらいますけどやはりあの太田敦さんも、はい、普通にこう王道のスタイルではなく、はい、やっぱりこう電流爆破があって、うん、ね、その付加価値じゃないですか、そうですね、はい、でまあ、あとは、まあ、前田明さんも格闘技スタイルとかね、うん、はい、でまあグラン浜田さんルチャリブレ、ね、はい、空中殺法ね、うん、まあいろんなあの付加価値をつけてるわけじゃないですか、はい、で僕の付加価値は何だろうと考えた時に、やっぱ僕はやっぱ絵本かなと思って、うん、はい、絵本を実際こう自分で原作をして、はい、自分のタイトル、僕は食いしん坊仮面というタイトルなんですけど、はい、そういうレスラー多分いないと思うんですよ。なるほど、原作もご自身が、僕が一応考えて、それは本名ペンネーム、いやもうあの食いしん坊仮面でタイトル、僕は食いしん坊仮面で、はい、原作食いしん坊仮面、なるほど、いうので、これもしかしたら来年田中さんが映画化ですよ、このチャンピオンという映画化、ちょうどね、ちょうど時期同じくして、はい、田中さんのあれが出ちゃったんで、そうですね、あ、これ完全に忘れられたというような状況にはなってるんですけど、実際ね、少し時間かかりますから浸透するの、はい、来年ですね、そうですね、主演、そうですね、しかも原作しながら主演監督もね、監督、これもし出てたらすごいですよ素晴らしい、それをやっぱりこう絵本を、はい、読み聞かせを、はい、その社会貢献活動で、はい、いろんな施設に行って、うん、まあ、絵本の読み聞かせをして、はい、それで僕はなんですかね、まあ今の立場上ね、今のちょっと前の立場上ね、うん、じゃ大阪プロレスからあんまりこう活動でやっぱり規模をちょっとこう縮小した時があって、はい、まあ、その時試合がなかった時期があったんですよね、はい、一時期、うん、その時にまあ、リングを使わない、うん、マットプロレスをやってた時期があったんです、はい、でこれ、まあ、僕自身はこれ楽しいなと思って、うん、まあ、いろんなとこにも行けるな、まあ、それで、まあ、小学校に行って、うん、マット敷いてプロレスをしたりとか、うん、まあ、いろんなとこに行ったわけですよ、うん、はい、でまあこれ絵本もあるし、そのマットプロレス、これをミックスしたのを生かすのは今かなと思って、なるほど、でやっぱりこう行って、はい、子供たちに絵本を読み聞かせして、うん、でそこで子供たちをこうマットに招き入れて、うん、ちょっとプロレス教室ならぬこう、うん、コミュニケーションを取れる、はい、一緒にマット運動したり、腕立て伏せしたり、こう相撲対決したりとか、はい、でそれで、まあ、それ終わって、これ終わってからまた改めてレスラー2人でこう、うん、マットで子供たちの前でちょっと、まあ、プロレス、まあ、ちゃんとしたパフォーマンスはね 100% のパフォーマンスはできないですけども、うん、まあ、プロレスをちょっと見せて、うん、みたいな、その
3つのセットで、なるほど、はい、そういうのでちょっとこうどんどんいろいろ喜んでいただこうかなと思って、いや僕もあの他の団体です、はい、すみません他の団体ですが、あのマックプロレス観戦に行ったことがあるんですけど、はい、あの狭い空間でもうお客さんがすぐそばにいるのに、はい、お客様に怪我をさせないようにしながら、はい、素晴らしいパフォーマンスをしてる、スレスラーのね底力ね、改めて感心した覚えがあるんですけど、素晴らしいことですね。いえいえ、もうねやっぱりこう、まあ、そういうので、うん、まあ、僕も本当に好き好んでやってますんで、楽しい、楽しいですし、で、まあ、それ自分が好き好んだことで、まあ、絵本もそうですけども、はい、そういうのでそういうことで社会還元もできたらこれ素晴らしいなと思って、うん、いや、あの、ね、はい、やってる方が楽しんでなければ、うん、見てる方はね絶対楽しめません。そうですよね、我々も原稿書いたり喋ったりするときに楽しんで やってる、はい、やろうとしてますね、うん、そうしなきゃね、見てる方はね、はい、読んだりする方は伝わらないですからね、うん、いや素晴らしいですね、はい、あでもそういう意味ではやっぱりドリーマーというか、うん、夢をこういろんな人に、ね、どんどん実現させてますよね、ご自身でも実現されてるってすごいですよね、はい、なかなかあのいろんなレスラーが夢を、プロレスラーになれても自分でいろんなものをやるってなかなかできないところをやられてらっしゃるんで、うん、すごいなと本当に思います。いや、もうね、どんどんね夢を描いていってね、はい、はい、あれですよあれですね、プロデュース力があるんですね、プロデュース力、はい、そうですね、プロデューサーとしての頑張ります、はいはい、藤本さんがあの今後に向けて何かこういうふうにやっていきたいとかっていうその他の部分って何かあったりするんでしょうか。そうですね、はい、何ですかね、まあでもね、その僕自己満足興行をね、はい、その今もうこれやるのすごい久しぶりなんですよ実は、はい、あの今年のね8月からもう約6年ぶりぐらいに、うん、復活させて、はい、だから帰ってきたんですね。そうです、帰ってきたんです。なるほど、はい、まあ、望まれてるかどうかわかんないですけど一応帰ってきたんですね、はい、まあ、これ、今東京と大阪でやってるんですけど、うん、はい、まあ、こういった僕の自己満足を、うん、まあ、全国的に、うん、やっていきたいなと。なるほど、はい、絵本も広めて。そうですね、はい、だからまあ自己満足興行を全国巡業しつつ、うんうん、まあ、昼間空いてる時間ってあるじゃないですか、はい、空いてる時間に各その地方の小学校とか幼稚園に行って、うんうん、僕は読み聞かせして、うん、マットプロレスをしてと、そういう社会貢献活動をしつつ、うんうん、で夜はあのプロレスで、はい、プロレスファンの方たちを喜ばして、うん、みたいな感じで回っていきたいなと。なるほど、なるほど、はい、そういうね草の根運動が大事です。そうですね、そっから始まってきます。今もう口コミの時代ですからね、はい、はい、もう SNS ももう駆使しながら、うん、どんどんやっていただければ。 SNS は僕好きでね、はい、あの白くし中行ってますんで、ね、あ、そうですか、はい、スマホ中毒者ですか。もうスマホを、いじってるか寝てるかぐらいの大丈夫で。あ、そうなんですね、はい、もうだいぶもう、はい、もう手に埋め込んでんじゃないかと。これぐらいのレベルで。もうめちゃくちゃ、じゃあもう中毒症状が。もうずっとつぶやいてますね。依存症ですね。依存症、依存症。中毒症。依存症。もう多分今日のこと、今日もこの場はすごい僕も嬉しいんでね。あ、本当ですか。多分5、6回は多分つぶやいてくれるんで。またプロレスつぶやくことなんだね。いや、めっちゃ嬉しいですね。しつこいですね。はい、ということで、もうこのですね、11.23 大会、ぜひ皆さん楽しみにしていただければ。新規場行きましょう。はい。じゃあ、最後に、くじぼさん。はい。皆さんに、ファンの皆さんにお言葉いただいて、それで締めたいなと思います。はい。はい。くじぼ仮面はですね、実はですね、はい、皆さん知らないと思いますけど、うん、大阪にはもう住んでおりません。まさか。はい。はい、今日大阪から来てくれたんじゃないんですね。実はもう、はい、新幹線に取って来たわけではありません。そうなんですか、はい、そうだったんだ、はい、東横線で来ました。割となんか、はい、在来線的な感じのあれですね。そうです、なるほど、今はね東横線ということは、はい、今でもあれいろんなところ乗り入れてるから。そうですね、そうですね、はい、菊名あたりからこう、はい、かなり限定されてきましたね。そうですね、はい、あ、そうなんですよ、ね、あの渋谷の工事でね、あの、はい、渋谷から銀座線までのあの経路、はいはいはい、が遠いのが ね、 そうですね、あれ良くないと早く直してほしいですね、はい、はい、あ、まあ、そういう話しに来たわけで、はいはいはい、今はね関東の方で、はい、活動しておりますので、はい、はい、何かありましたら、あれですよね、はい、所属がですビーナス東京、はい、はい、これは調べればありますかね、はい、連絡取り合う8月、はい、4日から、自己満足興行を主催してくださっている、ビーナス東京さん、はい、はい、
最近お世話になることになりまして、はいはい、そして、住んでるのは、大阪ではありません。多分神奈川ですね。神奈川、神奈川、横浜の横浜です。横浜緑区界隈です。はいはい、だいぶ絞られてきました。絞られましたね。まさかのでしたね。はい、はい、なんでもうあのこれからはどんどん関東を中心に、うん、活動を、社会貢献活動をしつつ、はい、そして、いろんな団体に、関東のいろんな団体に、出たいんですけども、まああんまりオファーもないんですけども、いやいやいや、はい、よかったらなんかあのオファーください。はい、お願いします。はい、はい、ということでですね、本日は 11.23 の新木場大会を、プロデュースされる食いしん坊仮面選手に登場いただきました。編集今日は面白かったですね。いや楽しかったですね。はい、いろんなお話で、もうさすがもうエンターテインメント力抜群の食いしん坊さん。ヌーちゃんはいい男だったね。あ、そうですね、食いしん坊さん男前で、いやいやいや、声も渋いですし、大体こうね、やっぱりマスクマン被ってる時点でちょっとね、もうすみません、いや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 、以後自粛、あのね、あのなんですけど、いやいや、はい、これからね、はい、またプロステでもあのいろいろと大応援していきたいと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、もったいないですね、本当かぶってるのがね。そうですね、はい、というわけで、本日はこちらで終了したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。